ロードバイクとかどうなの？世間では最近ブーム来てるみたいだけど。かっこいいなぁとは思うんだけどさ、いざこういう高いの乗っちゃうと扱いに悩みそうなんだよな。止められるところ少ないだろうし、パクられやすいって聞くし。ネガから入るね。あと手入れも大変らしいし、何より一緒に乗る相手がいない。それ完全にお兄ちゃん個人の問題だね。もろもろ踏まえた結果、結局ママチャリでいいかな。次。こういうシャレオツな洋服は、お兄ちゃんも身だしなみに気を使えば雰囲気イケメンくらいにはなれるでしょ。頑張っても雰囲気が限界って決めつけるのはやめろ。夢くらい見せろ。くそー、なんで他人のプレゼント選びで傷つかなきゃいけないんだ。で、どうなの？別に洋服じゃなくて靴とかでもいいと思うけど。個人的には経年劣化するものをプレゼントされたくないな。もったいなくてもらっても使えないことが多いんだよ。貧乏症が。次。吐き捨てるように俺を罵るなよ。一意見だろ。一通り見て回ったものの、これといってしっくりきたものもなく、とはも投げ出さずに頑張ってるわけだし、なんとか報いてやりたいんだが、まだピンとくるもの見つからないの？やっぱ実用性を考えちゃうんだよな。それか割り切ってその場で食べて済ませちゃえるものとか。実用性とか食べ物とかって単語が出てきた時点で嫌な予感しかしないけど、例えば？そうだな、なんてもんだっけこれ、鮭じじゃないよな、なんて言うんだっけこれ。とか腸がつくほど食べてみたいな。憧れていると言ってもいい。物だったら？刺身包丁は欲しいかも。この前みひろが新しい包丁買ったって自慢してきたし、逆にあいつが羨むような一品が欲しいっていうのもある。さっきのケージとワンセットだね。ケージか。どうも自分が欲しいものを聞かれてる気分になっちゃうな。こういうののアドバイスとか向いてないのかも。そうだね。ほとほと呆れ果てたよ。俺の誕生日プレゼントはパソコンらしいから、それを聞いて力が抜けちゃってる部分も否めない。俺はその相談者さんに会ったわけじゃないから何とも言えないけどさ。相談者？ああ、そのことね。それがどうしたのさ。わざわざ生徒会で相談を受け付ける必要なくてなかったんじゃないか。俺からその子に話そうか。なんて話すのさ。まさかケージと刺身包丁がおすすめですとか言う気？違う違う、相手が自分のことを考えて選んでくれたものなら大体何でも嬉しいんだよってこと。そんなもんかね。そんなもんなんだよ。それまで何の興味もなかったものだって好きな相手からのプレゼントならその瞬間から一生の宝物になるんだ。つまりお兄ちゃんはパソコンでいいってこと？そういうことだ。去年の肉もべらぼうにうまかったし、一昨年の掃除機も未だに吸引力の変わらない仕事っぷりで心の中では相棒って呼んでるぞ。今年の誕生日はちょっと違う形になるかもという期待があったことを否定はしないけど、それでも例年通り十分すぎるほどに幸せな誕生日になるに違いない。男って単純な生き物だからな。こういう気持ちって俺に限らないと思うぞ。言ってることは分からなくもないけど、それを正式回答にしちゃうと相談した側は物足りないんじゃない？何あげても喜ぶなんて言われて安心するくらいだったら最初からそんなことで悩まないよね。それも一理あるな。はあ、なんでプレゼントくらいでこんなに悩まなきゃいけないんだか。いつから俺の妹はこんなにも誠実な人間になったんだろう。
どっちかっていうと、その質問は男の俺よりも他の生徒会のみんなと考えた方が良さそうだな。もういいや、これ以上粘っても無駄そうだし、帰ろ帰ろ。まあまあ、せっかく来たのに手ぶらで帰るのももったいないし、もうちょっと見て回らないか。めんどい、帰りたい。行ってみたい場所思いついたんだって。あと30分だけ付き合ってくれよ。場所次第では考えてあげなくもないけど。で、どこ行きたいのさ。女の子向けの小物とか売ってるファンシーショップっていうのかな。あんな女子女子した空間、男一人じゃ絶対に入れないだろ。何、性転換に向けての下見？ちげえよ、兄を何だと思ってる。変態。ああ、もうほら泣きそうな顔しないの。俺はただトアに似合う可愛いものを探したいだけなのに、真顔で変態って。わかったってば、行くから。頭痛くなってきた。なんでこうも思った感じにならないんだか。おお、これが女子の楽園。前を通るたびに気にはなっていたが、よもやここまでの品揃えとは。生き生きしすぎでしょ。こういう場所に連れてこられたら男の側が気取りそうなものだが、今日の俺たちに限ってはあべこべだ。ちょっとキャラの絵が入ってるだけでマグカップが1000円だよ。品質的にこんなのデーソーで売ってるのと変わらないくせにさ。そこはほら、半券料とかいろいろあるんだよ。やだやだ、本当大人ってお金のことばっかり。お、ハーブティーセットとかどうだ。あとは生徒会室で結構紅茶飲んでるだろ。ハーブなんか雑草じゃん、ありがたがるようなものじゃないよ。じゃあこっちのぬいぐるみは？でかい、邪魔。さっきトアはこんな気分で俺の相手をしてたんだろうか。釣れない態度を反省しなければ。もういい？よくない、俺はこの店をトアと楽しみ尽くすんだ。今日という一日の証を立てたいんだよ。そこまでかけるものがあるなら邪魔はしないよ。邪魔はしなくても興味もなさそう。せめて何かトアがお気に召す買い物を。おお、着ぐるみパジャマ。これなんてトアに似合うんじゃないか。着ぐるみって子供じゃないんだから。俺が勝手に買って勝手に押し付けるならいいよな。浮かれたテンションの時とかふと袖を通してみたくなるかもしれないだろ。そのテンションに陥った自分を想像したくない。無理に来てくれなんて言わないから、まずは所有するところから始めてみようじゃないかな。よし、買おう。買わなきゃ今日が輝かない。デザイン的にはどれがいいかな。あ、サイズどっちだろう。 M、S じゃない。っていうかさっきからおしゃれ女子に注目されまくってるから、早く出ようよ。それくらいで折れるお兄ちゃんじゃないぞ。せっかく来たんだ、トアに似合うやつを徹底的に選ぶからな。はあ。最後は若干バタついたりトアに詰められたりもしたが、総合的にはいい休日だったと言って間違いない。日が暮れるのも早くなったよな。だるい。今日は頑張ってたもんな。丸一日歩き回ってさすがに俺も疲れたよ。本来の目的を達成できたとは言えないが、戦利品はしっかりと胸に抱えている。おっと、そうだった。はい、これプレゼント。プレゼントって？大していらないなみたいな顔をしないでくれよ。押し付けてるのは分かってるから。うん、何かの機会に使ってくれ。ちゃんと受け取るから、うちまで持ってて。重い。妹の体力は限界らしい。そっか、ちゃんと受け取ってくれるのか。
お兄ちゃんが着るならそれでもいいよ。ごめん、こうむる。俺たちの距離感は相変わらず。改まって手を握ったりするのもなんだかなというのがあるが、こうやって並んで歩いているだけで近くに永遠を感じる。恋人よりも家族よりもずっと近い特別な二人だ。そうだ、晩ご飯どうするか。半端な時間だしな。芋でいいんじゃない。つまりいつも通りってことか。何をニヤニヤしてるのさ。なんでも。そうだ、たまには宮瀬でも寄ってくか。